ブンブン。ハロー YouTube。どうもそれです。今回はタブレットの話についてご紹介したいと思います。今自分が持っているタブレットは、Windows のタブレットを除きますと iPad Pro、それから Galaxy Tab S7 Plus。これ以外にも iPad につきましては他のバージョンの iPad を持っていたりするわけですが、今回ご紹介したいのはこれらモデルではなく、今年春に購入してから約半年が経過したこちら。Huawei のメイトパッドプロ、こちらについてご紹介したいと思います。このタブレットを購入して半年が経過した今、現在の使用状況、それから実際に使った結果どうだったか、それについてご紹介したいと思います。まず現在の使用状況ですが、実はもうこのメイトパッドプロ、ほとんど使うことはなくなっています。というのも、先ほどご紹介したような iPad プロや Galaxy Tab S7 Plus の方が使いやすい場面が多く、結果的にこの MatePad Pro の出番がなくなっているため、何か大きな不具合があるというわけではありませんが、利便性から iPad Pro や Galaxy Tab S7 Plus の方を使うことがほとんどになっています。特に何が不便かと言いますと、もうこれはご存知の方多いかと思いますが、この App Gallery です。Amazon のアプリストアをインストールするなど、ブラウザ的な方法もいくつかあるものの、やはり基本的に MatePad Pro のアプリというのは、この Huawei の独自のアプリストアである App Gallery の方からインストールして使うことになります。今年春に購入した当初は、それまでこの App Gallery に対応していなかった。この LINE が正式に対応したことによって、この点はとても使いやすくなったんですが、それ以外のアプリ、例えば普段自分がよく使うような動画編集アプリなど、現在このアップギャラリーで提供されているのがこちらのものになります。こちらのページの見方としましては、この右側の方にインストールという出ているアプリがアップギャラリーに対応したアプリになります。逆にインストールではなく入手と出ているアプリにつきましては、現在アップギャラリーには対応しておらず、こういったアプリをインストールする場合は自動的にサードパーティ製のアプリストアの方が起動し、そちらの方からダウンロードすることになります。ですので、インストールすることはできるものの、決済など不完全なところもありますので、基本的にこのように入手となっているアプリにつきましては、完全に MatePad Pro 上では動作しないと考えた方がいいかと思います。Android でもおなじみの動画編集アプリとしましては、InShot、それから HimuraGo などもありますが、やはりこれら編集アプリは、KineMaster や PowerDirector などと比べますと、やや入門者寄りの仕様となっており、普段動画編集に慣れている方が使うにはかなり物足りないアプリとなっています。ですので、少なくとも現状この MatePad Pro を使って動画編集を快適に行いたいという場合は、やはりまだまだメジャーな動画編集アプリが対応していないということで、かなりやりづらくなっています。とはいえ、動画編集アプリは使わない方が多いかと思います。この MatePad Pro はペンも用意されており、自分もこの製品を購入する際に同時に購入しましたが、そういったペンを使った手書き系のノートアプリ、現在どういったアプリが対応しているかと言いますと、例えばこのようなアプリがあります。こちらも見方は同じで、インストールと右に出ているものが完全に対応したアプリ、追加と出ているのが完全にはこの MatePad Pro には対応していないアプリになります。そう見ていくと、多くのものが見慣れないアプリばかりで、例えば Android 向けの手書きアプリとしてメジャーなメタモジノートやマゼック、そういったアプリは一切こちらのアプリストアの方に出てきません。ですので、メジャーな手書きアプリにつきましても、発売から半年以上も経った現在でもまだまだ対応できていませんので、基本的に手書きで何かメモを取りたいという方の場合は、そういった多機能なノートアプリはインストールすることはできませんので、この MatePad Pro に最初から搭載されているノートアプリを使って手書きメモを取るというのが一番まともな方法ということになります。動画編集もダメ、手書きもダメということで、せっかくのハイスペックなタブレットではあるものの、アプリが対応してないということで、かなり使いづらい製品になっています。Amazon のアプリストアなどは普通にインストールすることができますので、そのアプリストアの方から Amazon の Fire タブレットで使うことのできるようなアプリもインストールすることができますが、そうなってくると、わざわざこのようなハイスペックな MatePad Pro を使う必要もなく、Fire タブレットで十分ということになりますので、立ち位置がかなり微妙な製品となっています。購入した当初は、今後おそらく多くのメジャーなアプリがこのファーウェイのアプリストアにも対応するだろう
という期待もあったんですが、やはり半年経った現在でも、まだまだ対応しているアプリは少なく、そういったアプリ面の不自由さもあり、結局購入したはいいものの、現在この MatePad Pro はほとんど使わなくなっています。とはいえ、購入して気づいたこの MatePad Pro の優れているポイントというと、第一にバッテリーの持ちがいいということです。自分と同じような悩みを持っている方も多いかと思いますが、この Apple の iPad Pro、かなりバッテリーの消耗が激しく、使わない状態で1週間放置しただけでもバッテリーが空になっていることがあります。一方のこの MatePad Pro の方は、使わない状態で放置していても、実は1ヶ月放置していてもバッテリーはまだ残っていました。バッテリーの容量的にはそこまで違わないこの2つのタブレットですが、とにかく省電力性能が高く、そういった電源周りの設計につきましては、意外にも圧倒的にこの MatePad Pro の方が優れていました。ただ、それ以外につきましては、iPad Pro などと比べると優れているポイントというのはほとんどなく、購入した当初はタブレットでありながらパンチホールカメラを搭載しているので、ベゼルを細くすることができ、これはメリットの一つだろうと思っていたんですが、やはりディスプレイ上に穴は開いていない方が見やすく、このパンチホールカメラを採用するぐらいだったら、多少このベゼルを太くしてもいいので、そのベゼルの中にカメラを格納してほしかったと思いました。ですので、バッテリーの持ちにつきましては、iPad Pro と比べても、とてもいいスペックを持っていたんですが、対応しているアプリが少なかったり、そもそも自分の場合は iPad、それから Galaxy Tab S7 Plus、それ以外にも Windows 搭載のタブレットもいくつか持っており、あえてこの MatePad Pro を引っ張り出して使うという場面もほとんどなく、結果的に高いお金を払って購入はしましたが、ほとんど使わない状態になっています。発売当初に比べますと、この MatePad Pro、かなり価格も値下がりしていますので、今から購入しようと思っている方も多いかと思いますが、やはり未だに App Gallery の方で対応しているアプリは少なく、普段 Android や iOS のタブレットで使っているようなメジャーなアプリはほとんどまだ、ほとんど App Gallery の方には出ていませんので、普通のタブレット感覚で購入しますと、自分のように買ってもほとんど使わないということになってしまうかと思います。ですので、結果的にこの MatePad Pro とはどういうタブレットだったかというと、一言で言うならば、ハイスペックな Fire タブレットというような製品でした。もしこの動画をご覧の方で、Fire タブレットさえあれば他のタブレットはいらないというような方の場合、そういう方の場合はこの MatePad Pro を購入しますとスペックも高いですし、当然何をやるにもサクサク動きますので快適に使えるかもしれません。ただ一般的なタブレット感覚で購入しようとすると後悔してしまう部分も多いかと思いますので、現状のアプリの対応状況などを見ても買わない方がいいかと思います。ということで今回は春に購入したこちらのファーウェイの最新タブレット MatePad Pro、 現在自分の使用状況はどうか、そして買って気づいたメリットデメリットなどについてご紹介しました。なお、現在でも Amazon ではこのファーウェイの MatePad Pro 販売されていますので、値下がりしている最新の価格や、また実際に購入した方の口コミなど気になる方は、概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。